先月23日に群馬県警前橋署に強姦、致傷容疑で逮捕され、9日に不起訴処分で釈放された俳優の高畑裕太、22が同日、所属事務所を解雇された。写真、前橋警察署から釈放された高畑裕太、広報は弁護士。高畑の所属する、石井密造オフィス、がこの日、マスコミ各社へのファクスで発表。本件につきましては、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを改めてお詫び申し上げますと謝罪し、さらに、高畑裕太が女性への暴行容疑で逮捕された件につき、本日、高畑裕太が不起訴処分になったとの知らせを受けました。関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけした事実を重く受け止め、本日、高畑裕太とのマネジメント契約を解除しましたことをご報告申し上げます、と説明した。高畑は先月23日に前橋署に強姦致傷容疑で逮捕された。双方の弁護士による話し合いで、9日までに示談が成立。さらに、前橋地検が不起訴処分にしたと明らかにし、この日午後に釈放された。